ThinkTech Hawaii, civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to ThinkTech Hawaii Japanese series. Konnichiwa Hawaii. I'm your host, Japanese series, Yukari Kunise. And I'm giving this broadcast down from downtown Honolulu. And this is going to be available on YouTube. And today joining me today, at the studio is Mi'ilani Yoshiko Cooper, Japanese kumuhula, who is in the mission of spreading Hawaiian culture through kahiko hula and Hawaiian tradition both in Hawaii and Japan. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けするこんにちはハワイ、ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は日本人でハワイ語をマスターされクムフラとしてハワイの伝統文化ハワイの言語を広める活動をしていらっしゃるミイラニ・ヨシコ・クーパーさんをスタジオにお招きしています。フラに興味があり勉強していらっしゃる方は多くいらっしゃると思いますがミイラニさんはハワイ大学ヒロ校でビッグアイランドですねヒロ校で日本人として初めて日本語イマージョンプログラムでハワイ語のみの生活を何年も続けた方です。また2006年にこれちょっと言えないですけど払うきへねぷわうるうえひこれあと教えてくださいねクムフラという、ハワイのフラ伝統における、師匠とか家元の称号を受けていらっしゃる方です。現在日本とハワイを行き来してハワイのビショップミュージアム、ビショップ博物館ではフラの講座、またご自分で開発されたヨガとフラを組み合わせたアロハフローという独自のボディセラピーなども提供していらっしゃいます。皆さん今日はお忙しいところありがとうございました。はい、私たちハワイに住んでいてもあんまりこうフラっていうか、ハワイ伝統分かって私を含めてなんですけど多いと思うんですね。で今日ちょっとこんな素敵なのをいただいて手作りのなんていう話でしたっけ、ピアケニ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 と言います、はい、という今シーズンの花だそうでちょっとハワイのムードを私も出させていただいてるんですがそのクムフラというその家元とかそういうものがハワイの伝統の中にあるんですね。そうですね、はい、家元というと、ちょっと日本舞踊とか、はい、日本の茶道とか華道とかそういうイメージがあるんですけれども、それを日本語に一番分かりやすくすると、家元制度のような、たくさんのラインがあって、伝統をその代々と受け継ぐという風習があるんですね、それを家元というかどうかは、ハワイの文化ではちょっとまたニュアンスは違うんですけれども、きちんとした、勉強のもとに、その師匠ですね、組むから、ウニキという卒業の儀式を受けることで、今日からあなたは組むフラとなって、次の世代にこのフラを伝えていいですよというような、伝統儀式があります。で、現在ではそれは本当に色が褪せてきてしまっているというか、伝統そのものの儀式がなかなか守られていないというのが、現実なんですけれども、たまたま私の師である、クムフラアンティメイカマーマルクラインという、彼女から私はウニキを受けたんですが、彼女はアンティマイキーアイユレイクという、クムからその伝統的な方法で、ウニキを受けて、でそしてアンティマイキーが亡くなった後は私のクム、アンティメイがそれを受け継いだような形 でたまたまご縁があって彼女から私はウニキを受けることができたという、そのウニキを受けるっていうことなんですけどね、その卒業式のような証書、ね、のようなものなんですか。紙はないんですね、これはもう本当に経験の中で何年もの、クムと一緒の生活、あるいは一緒に勉強する時間を経て、でクムがある日じゃあ今年の夏にウニキをするよっていう、もう
いつ言われるかわからない状態なんですね、はい、でクムが選んだ、生徒何人かが集まりまして、うん、まあ、ずっと修行を続けるわけなんですけれども、うん、時が熟すと、まあ、クムが判断して、うん、そのじゃあ運力をいつやりましょうということが告知されて、うん、まあ、大体1年前ぐらいにはそれがわかるんですけれども、うん、まあ、1年前ぐらいになると次々にいろんな行かなきゃいけない場所であったりとか、うん、やらなきゃいけないことがたくさんあって、はい、そういうことを一つずつクリアしながら、まあ、その間に脱落していく人もいたりもするんですけれども、うん、そこを、まあ、組むとともに歩むことができると、うん、晴れてその儀式のもとに、うん、まあ、ちょっとあんまり儀式の内容はこれは口外しないことになっていて、うん、あ、ね、ビデオテープに撮影することもないですし、うん、まあ、ほんの少しだけ自分たち用に、うん、写真で収めていただくことはできるんですけど、うん、これは本当に選ばれた人だけが、そして今度私が伝える時も選んだ人だけが、うん、それを聞いて、うん、それを体験して、うん、で次の、台に持っていくことができるというような、うん、そんな結構難しい儀式ではある。じゃあちょっと秘密の儀式なんですね。ちょっとそうですね、アンダーグラウンドというか、はいはいはい、じゃあそのテストをしてなんとかって、はい、例えば黒帯になってとかって、うん、そういうふうなはっきりしたものではなくて、ではないですね、その師匠がクムが見て、はい、この人はいけるなってなると、うん、なんとなく、まあ、なんとなくっていう感じでもないんですけれども、うん、まあ、その儀式の中でいろいろと越えていかない壁がありますし、うん、最後の儀式の日はやはりいろんなセレモニーがあって、うん、まあ、食べなきゃいけないものがあったりとか、うん、その時のお作法があったりとか、はい、あと身につけなきゃいけない礼、うん、それがきちんと作れたりとか、もう本当にフラっていうと、うん、どうしても踊りと思われがちなんですけれども、はい、踊りの部分は本当にその何パーセントかで、うん、その見えないところにある学びっていうのがすごく深いですね。なるほどなるほど。全く私も知らない素人でして、皆さんもそういう方いらっしゃるかなとは思いますので、それを代表して質問させていただくんですが、そのフラっていうのは今その伝統のものとモダンのもので、伝統のものっていうのはやはりその言葉のないハワイ文化が踊りを使って原稿の代わりっていうんですか、伝えてきたっていうふうにも聞いたことがあるんですか。そうですね、ちょっと言葉がないというのはちょっと違うんですけども、書き言葉がないというか、リトゥーンラングエッジという、はいはい、文字を持たない、はい、文化だったので、うん、これはそうですね、白人とのコンタクトが来る前、まあ、キャプテンクックがハワイを見つけますよね、うんうん、はい、それ以降ですね、宣教師が入ってきて、うん、でまあ、宣教するために言葉が必要、うん、文字が必要だったので、うん、ハワイアンに、クリスチャニティを、うん、まあ、キリスト教を教えるために宣教師たちがローマ字を使い始めた、はい、それがまあハワイ語の書き言葉としてのまあスタートなんですけれども、それまではじゃあそれまでは文字を、そうですね、文字に書かない代わりにたくさんのことを覚えておかなきゃいけない、うん、歴史的な出来事だったりとか、うん、あと神々のいろいろな名前だったりとか地名だったりとかっていうのをフラに託すことによって覚えやすくなりますよね、はい、なるほどね。なので、フラっていうと、まあ、簡単に言うならばクラスルームのような教室みたいなことですよね、うん、まあ、あるいは最近で言うならばコンピューターのデータベースと思ってください、はい、そこにいろんなメモリーを書き込んでいく、はい、それがたまたまコンピューターというものがなかった、文字がなかったので、うん、人間の頭脳の中に、うん、あるいは体の中にそれを染み込ませる、はい、それに使われたのがフラなんじゃないかなと私は思います ね。そのミイラニさんのようにそのクムフラの称号、なんかいくつかたくさんリニアージがあるっていうふうに今お話しいただきましたけど、日本人でクムフラという称号を受けてる人っていうのはなんかそんなにいないんでしょうね。今は日本でもフラがとても流行ってまして、はい、たくさんのラインの先生が日本の方にフラを教えていらっしゃるんですが、うん、まあ、クムフラという称号を持った人は多分たくさんいると思うんです。そうなんですね。ただそのクムフラの称号がどういう形で与えられたかっていうのは、それさっきも言ったみたいに口外しないものなので、うん、なるほど、その昔の伝統的なそのちゃんとした儀式にのっとって
まあ、どれだけの勉強をされたかっていうのは本当に自己申告制といったら変なんですけども、自分たちがそれを今日から受け継いで、はい、であのきちんとした文化を伝えてますとおっしゃれば、それは誰にも否定できないことですので、うん、あの本当にここ境目がすごく難しい、うん、あのお話になるんですね。なので私だけっていうのはすごくおこがましいですし、はいはい、あのたくさんの方が、うん、あのクムフラという称号のもとに、うん、あの現在日本で活動されて、うん、フラを伝えてらっしゃる方はたくさんいると思います、うん、じゃあそれはそんな別に日本人じゃなくても、うん、はい、何人でももちろんそれだけの修行ができている人だったらクムフラになり得てる、うん、ということですね、はい、ただその日記をちゃんと称号を受けて、はい、どこまでやったかっていうのは、うん、まあ、それはちょっとはっきりわからない、はい、特にその秘密の部分があるから、ね、ということですね、はい、あと私が とってもやっぱり素晴らしいなと思ったのは、はい、ミイラニさんはあの、まあ、日本生まれの日本育ちですよね、はい、で、まあ、小さい時からフラをしていらっしゃったのかどうかわからないんですが、そのハワイ語で生活をする、まあ、ハワイ語ちょっとはね皆さんなんか日本語に出るかななんて言って習う方もいますけれど、はい、ハワイ語のみでっていうのはすごく大変なことだじゃないかなって思うんですが、 その経験はいかがでした？うん、そうですね、あの、まあ、日本で、うん、あのフラを学んでいく中で、うん、やっぱりわからないことだらけで、はい、当時はこんなにフラが流行ってなかったので、うん、あの聞けるところがどこもなかったんですね、うんうん、でいろいろぶち当たった末に、うん、もうこれはハワイに行くしかない、うん、でどうせ行くならば、うん、そういう言語をきちんと勉強できるところに、うん、ということでハワイ学科に行ったわけなんですね、うん、でそれはハワイ大学広高のハワイ学科に行きました。でそこで起きてたことは、うん、あの本当に2年生から、うん、あの普通の授業も全部ハワイ語になるんですね。なのでハワイ語をマスターしないと授業も受けれないっていう、まずそういう状況だったんですね、うん、でも私は本当に恵まれた環境で、うん、あのまあ、日本人第一語あるいはまあ、うん、英語が母国語でない学生で学んだのが私がどうも第一号だったようで、うん、あのまあ、第三外国語として、うんうん、ハワイ語を学ぶ人ってどうなんだろうってみんなが興味を持ってくれたわけですね。ハワイの方たちが、ハワイの人たちが、はいはいはい、であの、まあ、実験的に私にいろんなものを与えてくれたっていうのが、うん、まあ、すごくありがたかったことでもあるんですけど、うん、まあ、そんな中で本当に私はまあ4年間で夢もハワイ語で見るぐらい毎日ハワイ語を使っていてあの本当にあのグローサリーショッピングとかに行くときだけスーパーであのハローとか言って英語を話して、もう学校でもあと学内で働かせていただいてたので、その仕事もハワイ関係のお仕事させていただいたので、あとまあプライベートもあの払うに属してたので、そこでもほとんどあの友達とはあのハワイ語を使ってたので、あのそれだけ使う機会に恵まれてた。じゃあ英語のハワイに いながらにしてまたそこで、はい、ハワイ語でのっていうわけですね、はい、でハワイ語っていうのはこういろんな方言とかあるんですか？ちょっとこっちの島行くとちょっと訛りが違うとか、あのやはり先ほど言ったみたいに書き言葉ではないので、うん、あの私たちが学んだハワイ語は一応学校のスタンダードなハワイ語っていう考え方で、あのもちろんニイハウと、いまだにあのハワイ語がメインで使われている島ですけれども、うん、ニイハウ島とかカウアイ島のハワイ語っていうのはもっとあのフルエントというかスムーズで、あの私たちが学校で習ったハワイ語だとちょっと聞き取れないような、はい、うん、あるいは、うん、あのおじいちゃまおばあちゃまになると、うん、あの歯が抜けたりとか、うん、ちょっと空気が漏れたりして、はい、私たちははっていうようなでもそれが本当にあの使われていた言語であって、うん、やはりあのスタンダードなハワイ語を基本にこれが正しいとか間違ってるっていう考え方はちょっとおかしいと思うんですね、うん、なのでやっぱり生きてる言葉だし、うん、その人となりがそのまま出る、うん、なので方言といえば方言です、地方によって、うん、あるいは喋る年代によっても言葉が若干ちょっと違ってきたりするというのは、うん、じゃあ島ごともちょっとあるし、うん、それからその人の年代とかによってハワイ語も違う、はい、まあ、でも習われたのは、うん、大学で習ったので、はい、まあ、学校の、はい、スタンダードな、まあ、標準的な日本語を習う、はい、標準ハワイアンですね。やっぱりそのハワイ語を習うことで、フラの自分の知識っていうのがすごくやっぱり深まったっていう感じがしますか？そうですね、あのもうフラを踊るにはまずは言葉がなくては、うん、言葉ありきの、踊りなんですね、うん、であのいろんな舞踊が、うん、あの世界中にあると思いますけれども、うん、やはり文化と関わりの深い、しかも言葉を体で表現する、うん、言葉を
感情で表現するっていうのがフラなので、うん、まずは言葉がわからないと話にならないんですね、うん、はい、なのでその辺のポイントをまたじゃあ少しここで休憩をいただいて、はい、また続きにお話をさせてお聞きしたいと思います。 Okay, we take a break here.If you're not in control of how you see yourself, then who is? Live above the influence. When it comes to managing your pain, you have a choice. Don't mask your pain with opioids. Choose to treat it with the help of a physical therapist. Physical therapists treat pain through movement and exercise. No warning labels required, and you get to actively participate in your care. Choose to improve your health without the risks of opioids. Choose physical therapy.Aloha, I'm Richard Concepcion, the host of Hispanic Hawaii. You can watch my show every other Tuesday at 2 p.m. We will bring you entertainment, educational, and also we tell you what is happening right here within our community. Think Tech Hawaii. Aloha. We are back from break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Miilani Cooper, who is a Japanese kumuhura.ライブでお届けしております日本語 Think Tech Hawaii こんにちはハワイ。今日はクムフラのミイラニ・クーパーさんにハワイの文化フラなどについてお話を伺っています。続きなんですけれど、はいはい、でまあ、ハワイ語を勉強されてハワイの言葉がその踊りを通じてもっとこう理解が深まるということを続きなんですが、まあ、その今でもずっとこのフラを続けていらっしゃる、それから教えていらっしゃる、日本でも教えていらっしゃる、でそれをこう、まあ、なんていうんですかね、動機っていうかこう日本人のミイラニさんがそれをしていらっしゃるっていうのはどこに何がこう目標みたいなのがあるんですか？そうですね、ちょうどウニキをして、まあ、一回り干支が回った12年経つんですけれども、はい、その間にやっぱりたくさんの葛藤がありました、うん、せっかくクムという称号をいただいたので、うん、ハワイの地で活動払うというね、フラを教える学校を持って活動するのか、うん、それとも私はまた違った道があるのか、みんなねクムフラになったからって払うを持って教室をしなきゃいけないというわけではないんですね。で、まあ、たまたま私は日本人ですし、うん、ハワイのその文化をもっとよく知っている方たちがたくさんいるこの地ではなくて、うんうん、やはり私がクムになった理由があるんじゃないかなって思いました、うんうん、でやはり私のそのクレアナといってハワイでは、うん、まあ、責任と言いますか、クレアナというんですけれども、ね、はい、私がするべきことはやはり、うん、特に日本人の方、うん、今流行ってますので、うん、そういう方たちにやはり踊りの部分だけではない、うん、もっとフラを使った生き方のようなね、はい、やはりフラを使った生き方、はい、どうしてもフラというと、うん、まあ、楽しく優雅に踊るというね、踊りの要素が強いってさっきも言ったんですけれども、うん、はいはい、どうしても派手なのでそちらが見えてしまうんですが、うん、派手というか、まあ、綺麗ですよね、綺麗ですよね、でとても癒しの効果もありますし、はい、うん、それはそれで大切なパートなんですね、はいはい、でもその根底に眠っているのが、うん、やはりハワイの土地に対するリスペクト、はい、土地ですね、はい、あるいは取り囲まれている自然を守ること、はい、それがなくなってはフラって存続することができないんですね、うん、やはりたくさんの歌が、うん、ハワイの古代の大地とそして自然界を歌っている、うん、そこに神々が宿ってるというね、うん、考え方なので、そこをなくしてはフラというのはこれから先続けていくことができないんですね、うん、なのでこの時代にやはり、はい、土地を大切に守っていくこと、うん、水源をしっかりと守っていくこと、はい、海をきれいにすること、うん、でイコールそこで私たち人間がどう生きていくこと、うん、っていうことがやっぱり求められますね、うん、なので何人であってもどこの国に住んでいても、うん、やはりフラを知ることで、うん、その土地に対する敬意の念とか
か、うん、あるいは神々に生かされている、まあ、あるいは宇宙自然、うん、もうもっと大きな、はい、あの囲いの中でね、私たち天のような存在だけれども、うん、生かされているというね感謝、うん、これをねやっぱりフラがいつも教えてくれるのかなって私は思うんですね。なるほどね、うん、そうすると別にその日本人だからとかっていうことでもなくて、うん、やっぱりそのフラを通じたハワイのその心意気みたいなそういうものを伝えそうですね、あの日本は ありがたいことに、はい、ハワイとすごく似た文化を持ち合わせてますね、うん、はい、あの日本の神道なんかはやはりたくさん の, あの、うん、八百万の神とかね、特に昔の時代に遡れば登るほど、うん、やはり自然と調和して日本人も生きてきましたから、うん、あのすごくそこが共通する何かがあって、うん、とても興味も示されますし、うん、あの何かお話しするとああって分かりやすい、うん、あのこれはあの白人の文化よりは、うん、はい、やはり私たち日本の、はい、うん、日本の文化を知っている私たちがとても入りやすいっていうのが一つ理由にあるのかなと思って、うん、その共通項を見つけることで、はい、やはり日本人としてフラを楽しむことができますし、うん、で私もそうなんですけれども、うん、ハワイに来てフラをしたからこそ、うん、あの日本の文化をやっぱり愛おしいと思えるようになった、うん、逆輸入なんですか、逆に本当に逆輸入で、はい、本当に知らないことばっかりで、うん、私若い大切な時期に日本のこと何も知らずに生きてたなって今ちょっと反省してるぐらいで、うん、あの本当に日本には日本の素晴らしい文化がある、うん、でもそれに気づかせてくれたのもやっぱりこの土地だし、うん、ここの文化だったっていうのが正直なところですね。そうするとミイラニさんにとってこうハワイとフラっていうのがちょうど鏡のような感じで映してくれたみたいなところがありますかね。まるであの神道の神社と一緒ですよ ね, そうですよね、鏡を見る、私がよく知らないことなんでちょっと質問したいんですけど、はい、その古典的カヒッコっていうんですか、はい、それからモダンなのはなんていうアウアナと言いますね、アウアナ、はい、それはどうしてこう分かれちゃったんですか、うん、これもやはり宣教師が来て、うん、あの近代の文化がハワイに入ってきてから、はい、あの今度はあの打楽器だけではなくて旋律を奏でられる、うん、楽器が入ってきました、はいはい、でまずは宣教師が、ね、あの賛美歌をハワイアンたちに教えることで、うん、はい、そのメロディーがあの伝わってくるんですね。でハワイアンはとても新しいことに興味のある民族なので、うん、あのその賛美歌を聞いた時には、うん、なんて素敵な 音だろうって、うんうんうん、でそこから自分たちの言葉で、うん、あのその歌を作り始めてきたっていうのが元々の始まりです、ね、ああ、そうなんですね。じゃあその宣教師の、はい、持ってきた賛美歌でも踊っちゃったんですか。うん、あのまあ、賛美歌からだんだんと、まあ、それはね 神様を称えるものなんですけど、はい、そこからだんだんといろいろこうハワイ流に、うん、あの土地を称えたりとか、うん、人を称えたりとか、うん、あるいは自分 あの大切な、うん、あの生まれ故郷を、うん、美しさを歌ったりとか、なるほど、ね、はい、そんな感じですね、はい、じゃあ今こういろいろな方がハワイにいらっしゃって、うん、まあ、綺麗な海や、うん、あの自然を楽しんでくださっていると思うんですけれど、でちょっとだけフラをっていう方もいますよね、うん、そうですね、そういうんでもいいんですかね。もちろんです。あの、うん、そのちょっとだけのフラがやはり何かの気づき、うん、どっかでスイッチを押さないとそれはスタートしないので、うん、やはりワイキキ の, あの素敵なホテル の,、ね、うん、あのプールサイドとかでカクテル傾けながら見るフラもそれはそれで素敵だと思うんですね、うん、でそこの扉を開いた後に、うん、やはり自分がどっちの方向に行きたいかですね、うん、ずっとそういうショーの世界で踊りたい人もいるかもしれないですし、うん、あるいはそういうことをきっかけにすごく深い、あの人生を示してくれるような哲学的なことをフラから学びたい人もいますし、ね、あの本当に道はたくさん用意されている、そうそう、奥が深いし、うん、でも表 面,、まあ、表面的だけって言っちゃ失礼かもしれませんけど、うん、楽しむこともできる、はい、そんな感じですかね、はい、じゃもしこれから本格的にそのフラを勉強してみたいっていう、まあ、若い方がいらっしゃるとしますよね、若くなくてもいいんですけど方がいらっしゃるとしますと、どこから始められますか。そうですね、まずはハワイに来ていただくのが一番いいと思いますね、うん、ハワイに来て、はい、ハワイの土地に立った時のその感動、うん、あるいは見て美しいなと思った時のそのこう体の震えとか、うん、あと音からとか、はい、いろんなねバイブレーションがありますから、私今匂いがもうすごいので匂いからって言いたくなっちゃうんですそうなんです、このお花のね、うん、すごいですよね、こう感覚に。私たち人間は五感を持ってる、はい、あのやっぱりあの動物的なその五感というのがね、うん、ギフトだと思うんですね、うん、その五感をしっかり使って表現できるのがフラなので、うん、あのまあ
物語を伝えるのもフラなんですけれども、はい、私たちの五感で感じたことを私たちのフィルターを通して人様に伝えるというのもね、これ、はい、あのストーリーテリングを、はい、あの物語の語り部としてやることなので、はい、いろんな方向から本当に切り口があって難しいんですけれども、うん、逆に楽しいです。その始める方、まあ、例えば20年前のミイラニさんだったとして、うんはい、やはり同じようなプロセスで勉強されていきたいと思いますか、うん、ハワイ語をする。まずはでも言葉を分かっていただきたいなと思いますね、うん、そこが一番あの難しい壁にはなるかもしれませんが、うん、先ほども言ったように、まあ、もちろん英語 の、うん、あのフラ、ハッパハオレフラといって、うん、英語で歌う曲に踊りをつける、うん、これもフラなんですね、うん、なので英語だけ分かれば、うん、あるいは日本の歌に振りをつけてフラにしてもいいわけなんです、うん、でもやっぱり原点を知るためには、うん、ハワイ語というものを、うん、あのまあ、勉強していただいて、うんうん、でそのハワイ語っていうのは、コミュニケーションツール の、うんあのまあ、決まり事という言語だけではなくて、はい、私はバイブレーションだと思ってるんですね。バイブレーション、はい、言霊、言霊、うん、日本人の方は、はい、ずっときますよね、言霊っていうと腑に落ちると思うんですけれども、はいうんはい、その一つの言葉から、来る魂というかね、あの自分の身が震えるような、うん、あの何かやはりスイッチをしてくれるようなツールになるものが、うん、ハワイ語だと思うんですね。だからそこを知ることで、うん、本当に世界が広がると思うので、うん、やはりお時間をかけても勉強したい方はやっぱりあの基礎になるハワイ語という、ね、言語をきちんと学ばれたらいいかなと思います。あとあの今の若いハワイの方なんですけれども、うんはい、ちっちゃい子がよく踊ったりしてるのを見ますが、はいうん、どうなんでしょう、今からあの 2,30 年見ていらして、はい、もっと若い方の関心がハワイの伝統に行ってるんでしょうか、それとも離れてるんですか。行ってると思います。あ、行ってますか、はい、やはりあの確実に私がハワイ大学にいた頃よりは、うん、ハワイ語を喋る若者たちが確実に増えていて、当時私が関わった生徒たちはみんな教師になっていたり、はい、あるいは歌手になっていたり、あの本当に皆さん立派になってらっしゃるんですね、はい、でいろんな分野で、うん、あるいはこういうねあのゆかりさんのような、うん、あのこういうお仕事を、はい、あのメディアのお仕事をされてハワイ語で、うん、あのそういう仕事についてる人もいれば、はい、あるいはドクターになってる方もいる、はい、でもそうやってハワイ語が一般に広がれば、うん、いろんな分野のハワイ語ができる人が必要になってくるわけですよね、本当に広がったと思います。まだまだですけども、はい、あの25年前に比べたら、はい、うんと広がったと。あの私がまあ大学院生だった時には、はい、ハワイ語はもうほとんど話す方がいらっしゃらなかったと思うんですね。ところが今度久しぶりにハワイに帰ってきて、あのハワイの、まあ、ミュージアムとか行きますと英語とハワイ語でちゃんと書いてある、はい、でこの辺で喋ってる人聞いてると、はい、ハワイ語で話してる人がいる、ウクレレを持ちながらあのハワイ語の歌を歌いながら、はい、すごくいいなっていう感じがして、ね、あのハワイ州の一応こ、うん、あの公用語、公用語なんです。あ、そうなんですね。なので空港とかにも一応サインはハワイ語でつけなくてはいけないですし、うん、あの空港の案内もハワイ語で時々聞こえますね。そうやってやっぱり一般に広がってくるっていうのがね、うん、あの私たちの目標だったんですね、はい、でもじゃあそうなりつつある、はい、あると思います、はい、あともう一つの質問は、はい、その日本人としてやられてハワイ語も話せるクムフラにもなられた、はい、でもそのハワイの人じゃないとダメみたいな、そういうのっていうのは感じましたか？もちろんゼロではないと思いますね、うんうん、やっぱり高校ハワイといってハワイの血があるかどうか、うんすごく問われる世界です、うんうん、でもあの私自身もそれにすごく関わってたこともあるんですけれど、はい、あのある時もうあの特に私のクムが あなたが何人だろうと何の血が入っていようと関係ないと、うん、と言われてくれた、ね、ハートがメインだということでね、はいはい、じゃちょっと最後になってしまったんですが、はい、三田さん、三田さんと一緒に例えばフラを勉強したいとかっていう方はどういうふうにコンタクトとしたらよろしいでしょうか。そうですね、あの、はい、Facebook のミイラニヨシコクーパー、ミイラニクーパーで探していただけると、はい、あの私の Facebook に、たどり着いていただけるかなと思うんですけれども、Facebook ですね、はい、Facebook、ミイラニは MIILANI です、ね、その意味を聞くのを忘れてしまったんですが、簡単に一言、美しい子供のこと、ヨシコの、 あの日本語と同じ意味だったんですね。あ、そうなんですね、はいはい、美しい子のミイラニさんでした。はい、それではお時間が来たようです、今日はあのゲストのミイラニヨシコクーパーさんに、大変面白いお話をあのお聞きすることができました。ありがとうございました。次回の放送はホノルルの聖路加クリニックのナースプラクティショナー、西村千恵さんをお招きします、今度は高齢者の性生活についてお話を伺うつもりです。 Okay, we are out of time. Thank you very much for coming
Mirani-san, and stay tuned for more shows in Japanese. We'll hear about aging and sexuality in the next show. Thank you all for watching. Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii. See you soon.